今日も待ちに待った時間がやってきました。まもなくスタジアムでは選手たちの意地と意地がぶつかり合う勝負が繰り広げられるでしょう。サポーターから上がる大歓声がこの独特の雰囲気を演出し、応援が最高潮を迎える頃には試合の体勢が消しているかもしれません。注目の一戦を EATV がお送りします。最後に笑うのはどちらか、 EATV でご覧ください。皆さんこんにちは。注目のデーゲームです。熱戦を見届けようとスタジアムには大勢のサポーターが駆けつけています。実況は私西岡明彦、解説には福西崇さんをお迎えしています。今日も面白いカードになりました。期待が高まるこの一戦、フェイエノールトがレアルマドリードを相手にします。大変グラスを見ていました。素晴らしい試合を期待しています。ディフェンスが冷静に対応。今日の試合に出場するホームチームのラインナップです。こちらがレアルマドリードの先発メンバーです。ゴールキーパーはアリサバラ、リュディガーとナチョ・フェルナンデスがセンターバック、バルベンデとベリンガムが中盤の真ん中、前にストライカーを2人置いています。この2人が攻撃の軸となりそうです。味方を使うでしょうか。
試合が動きそうにないですね。両チームともほとんどチャンスを作れていません。そろそろベンチが動いた方がいいんじゃないでしょうか。終了しました。ハーフタイムに入ります。期待される選手ですので、もう少し積極的にプレーしてほしいですね。なかなかゴールが遠いですね。裏を返せば守備がうまいんだと言えるのですが、ゴールを奪うには。試合は同点のまま後半へ。先手を取るのはどちらのチームでしょうか。ここはナイスタックル、タッチラインにクリアしました。中央にクロスが入る。一旦クリアして危機を脱しました。マドリードにファウルがあったようです。このシュートを止められるとは思いません。この距離では外さないでしょうしね。残り時間は3分です。
バルベルデ。マドリード、残念ながらこの一戦に敗れました。この敗北は予想できませんでしたね。サポーターもまさかといった感じでしょう。明らかにパフォーマンス不足が原因でしたので、こういう結果になるのも仕方ありません。この選手ですが、今日は素晴らしいパフォーマンスでチームに貢献していました。素晴らしい決定力でした。頼りになる選手ですね。